はい、こんにちは、スプラウトのムーちゃんとベルちゃんです。こんばんは、ヨンコウさん。ということで、今日はね、今日もね、国際結婚して、まあ、いつもなんか喧嘩したりとか問題とかこういうことが起こったよとかっていう話なんだけど、うん、国際結婚するメリットを話したいと思います。1個目、まあ、なんていうの、経験、うん、をなんていうの、あげることができる、うん、違う文化だから、うん、毎日新しいことを学ぶってこと。あ、毎日新しいことを学ぶことができるね。まあ、はい、経験ね、新しい経験とか、うん、新しいことを毎日学ぶチャンス。はい、俺ね、うん、相手があんまり知らないから、俺が分かんなくてもごまかせる。どういうこと？え、例えば、知らないこといろいろ聞かれても嘘を教えて。それはなんでメリットなの？知らないっていうことを言わなくていいメリット何それ？なんか聞いてみるじゃん、知らないこと教えてみ。なんで日本人はさ、うん、あの靴を、うん、あ、靴を脱ぐの？そうまあ、それはね、昔ね、うん、靴脱げお化けっていうお化けがいたの。50歳の何人さんで、昔日本人は靴履いて、もう欧米と一緒に靴履いて家の中入ってたんだけど、そのお化けはね、靴を脱げて靴塗りお化け。そう、信じない全然信じない。で、調べてみ、出てくるから。もっとメリットがあるって思ったら、あるある、もうコメントにぜひ書いてください。 それともメリットがないと思ったら、それでもよかったらあのコメントに書いてくださいね。ということで、チャンネル登録と高評価とコメント言ったっけ？言った。あ、OK。 アディオスアミゴ。